はい、ディズニーランド来ました。結構車並んでます。駐車場こんなとこにセキュリティチェックができたんだこんなもん前なかったよね。はい、トラム降りました。これからチケット買います。はい、1人1日149ドルです。チケット買いました。はい、これから入場の列に並びます。おはようございます。はるきです。おはようございます。あかりです。今日はロサンゼルス3日目、ディズニーランドに来ました。これから入ってみたいと思います。今入り口通過したところです。さすがにすごい人です。今日人が多いね、これね。今日金曜日で夏休みだからだと思う。前回来たのは4年前、そうだね、2015年に来ました。なんで4年ぶりです。結構何回も来たことあるんだよね、多分5、6回目ぐらいだよね。でも今年なんかセキュリティがすごい厳しいね。そうだね、ドラムに乗る前になんか荷物全部チェックしてる。それで入り口のところでさ、今写真も撮ったし。そうだね。はい、これカリフォルニアのディズニーランドです。東京ディズニーランドとだいぶ違うんだよね、入り口のところはね。でこの鉄道の線路の下くぐるとディズニーランドの中入ってきます。ここが鉄道のステーション。そう、鉄道のステーション。でこのメインの道路のところに出るとお城が正面に見えます。ここのあれなんだよね、眠れる森の美女のお城なんだよね、これね。すごい、馬群がすごいことになってる。最初は何に乗りたいの？最初カリブの海賊。カリブの海賊、それかホンテッドマンション。じゃあカリブの海賊行くか。うん、お城が正面見えてきました。じゃあカリブの海賊の方に行ってみたいと思います。だいたいどの位置にどういうあの乗り物とかあるのかっていうのは、だいたい東京ディズニーランドとほとんど同じなんだよね。はい、ディズニーランドお城の前です。後ろに映ってますか？眠れる森の美女。そう、眠れる森の美女のお城です。スリーピングビューティー。カリブの海賊は終わって、次はジャングルクルーズ行きます。ボート一番前だったからちょっと濡れたよね。お尻がちょっと濡れた。どういう風になってる？まあほとんど分かんない、ちょっと濡れてる。はい、次はジャングルクルーズ入ります。現在10分待ち。
一番前だまた。タバコチェンジ。じゃあメルクルーズ。はい、チャンネルクルーズ終わりました。これは濡れなかったから良かったね。気持ちよかった。暖かくて暑いよ。もう暑い。うん、暑い。次もう少しでインディアナジョーンズ。そう、インディアナジョーンズファストパス。もう少しでインディ・ジョーンズ乗り場なんですけど、なんか故障しちゃってるみたいです。テクニカルプロブレム。インディアナ・ジョーンズ故障してそのまま出てきました。ただ入って出ただけ入って出ただけ。もう少しだったよね。ほんとすぐそこまで行ったんだけど、でもまあ乗ってて止まんなかっただけ良かったかもしれない。別に、はい、乗らなくてもよかった。ホンテッドマンション入ります。あ、これほら、この間あったあの霊柩車がやっぱりそっくりだ。あの馬車。そう、似てるでしょ、すごい。これこの間のヤキマの時もこれと同じような馬車あったんですけど、ヤキマの動画にはね載せなかったんだけどね、ちょっとなんかああいうの見るの嫌な人いるかなと思ってあそこに置いてあると気がつかないね。そうだね、何なのか、はい、もう少しでホーンテッドマンション入ります。はい、ホーンテッドマンション終わりました。途中で一回なんか止まったよねまたかっていう感じだったけど、でもすぐ動いた。なんか前来た時よりもだいぶなんか中身が変わってるような感じ、ね。なんか海賊船みたいのもあるね。かっこいいね。あれ乗ってみる？うん。Before we make sail, ship's log. I will be your almighty sovereign. The people will not be a fool. I can take a ship in the Lord back far off the earth. Fire on! で15分待ちだそうです。はい、スターツアーズも終わりました。どうだった？結構楽しかった。
ね、前のと全然内容が違うね、うん、しばらく来ない間に随分新しくなってる、ほとんど全部が。じゃあこれから昼ご飯食べに行きます。はい、ここで昼ご飯食べます。ハングリーベア、ハングリーベア、ハングリーベアバーガー、違う、ただハングリーベアだ。結構大きいね、ここね、うん、はい、チーズバーガー2つとコーラが1個です。はい、ストロー。あ、こんなすごいドレッシングも入ってた。うん、からしだけちょっと。おいしい。それは日本だ。これ乗ってみる？いいよ。GoPro 撮るとぐるぐるして面白いかもしれない。そうかもしれない。やってみよう。顔が真っ暗になってる。はい、カルーセル乗ってます。すごい風が気持ちいい。はい、次はIt's a Small World行ってみます。まあ、カリフォルニアのやつは乗り場が外にあるんだよね。もう少しで乗り場です。だいぶ並んだよねこれね、30分ぐらい並んだね。また一番先頭だよ多分。目が回りました。面白かった。ドールのパイナップルホイップ買います。すごい行列だよ、ずっと待ってて。いくらだ？5ドル69。意外と安いね。Thank you。ドールホイップ。じゃあどっかに座って食べよう。はい、それじゃあ食べます。すぐ一気に溶けてくる。すごいパイナップルの味。食べてみ。はい、それじゃあそろそろ帰って飛行場まで行きます。もう少しで日が暮れそうになってきてます。
向こうがディズニーカリフォルニア、あっちの方があれだよね、ローラーコースターとか大きいのあるんだよね。そうだね、はい、空港に着きました。今レンタカー返してターミナルの方に渡ってきたところです。ディズニーランドのすぐ近くのサンタアナジョン・ウェイン空港です。こっから帰ります。はい、それじゃあこれで3日間のロサンゼルス旅行はおしまいです。良かったと思われた方はグッドボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。